ロバート・チャールズ・ニューマンは、アメリカ合衆国をハイオ州シンシナティ出身の下、メジャーリーグ選手、ウトウミギウチ、ケント州立大学出身、1948年にシンシナティレッツと契約。1951年9月14日に、セントルイス・ブラウンズで、メジャーデビューし、初打席初本塁打、その次の打席でも2打席連続本塁打を放つという、 花々しいデビューを飾った。デビュー戦の日本類打はメジャー初だった。その後、デトロイトタイガース、シカゴホワイトソックス、ボルチモアオリオールズ、セントルイスカージナルス、クリーブランドインディアンス、サンフランシスコジャイアンツを経て、1963年に中日ドラゴンズに入団。中距離打者でシャープなバッティングが売り物だった。よくメガネをかけてプレーしていたり、 国鉄スワローズの大エース金田正一をよく打ち込んでいたためか子供たちから月光仮面と言われ親しまれた。しかし入団当時36歳という高齢から年齢的な衰えは隠せず1シーズン限りで退団した。その年限りで引退。その後インディアンス、ドジャース、アスレチックス、ホワイトソックス、ヤンキースでスカウトを務めた。1985年。 カリフォルニア州コロナで58歳で死去。ありがとうございます。